やあ、どうもマリサだぜ。霊夢だよ。前半のステージをクリアしたからボスが追加されたぞ。後半戦スタートだね。ちなみにどのステージから行くの？確かスプリングマンがスラッシュクローに弱くて、シェードマンがワイルドコイルに弱く、ターボマンがクラッシュノイズに弱い、そしてスラッシュマンがバーニングホイールに弱い。だけどフリーズクラッカーも弱点だった気がするから、スラッシュマンから行こう。勝負だ。なんかつい言っちゃうけどこれって別のゲームよね。まあなんか合ってる感じするしいいじゃないか。スラッシュマンのステージは恐竜ロボたちが出てくるジャングルのステージよね。ああ、恐竜とかジャングルとか結構好きだろ。映画やゲームで見る分には好きだけど実際にはあまり行きたくないわね。何してんの？小さめのジャンプの方がいいかなと思って。よし、行けたぞ。ちなみに一回失敗してゲームオーバーになっております。バッバラすなよ。何回失敗しても最後にクリアできればいいのよ。そうだな。痛い。一体、うまいこと攻撃してくるわね。ちゃんと見ていないとうっかり当たりに行っちゃうんだよな。あら、ごっつんこ、ごっつんこどころじゃないけどな。ああ、すっごい当たる。回復した分元通りだね。意外とバシバシ当ててきやがったぜ。食らいまくりね。まっまあ回復が後で出てくると思うし。あ、ここは気をつけていかないとね。ああ、移動中にあいつがいたらやばかったな。よし頑張れ、恐竜ちゃん。いい感じに運んでくれよ。あぶね。危なげながらなんとか大丈夫ね。できれば一発で行きたいぜ。これは厳しいだろ。いいわね。やっと着いたかな。いい感があるぞー。無理したら危ないわよ。わかってるぜ。死んでしまったら元も子もないからな。そうよ、まあできれば持っておきたいではあるけど。あそこから行けるんじゃないか。バカ、ああ。いやー嬉しくて焦ってしまったぜ。少しは落ち着きなさいよね。わかったぜ。面倒だな、強行突破だ。連続ヒットだー。ごめんって。まあやられなければいいからね。そうだぜ。おっきいの来たわね。ああ、焦って落ちないようにしないとな。さあ、かかってこい。追い詰められないように気をつけなさいよ。了解だぜ。いけ。この高さだと顎に攻撃できないぜ。なんとか勝てたわね。ああ、ジャンクシールドとか使うといいかもしれないな。ジャンクシールドは攻撃にも防御にも使えるから優秀よね。だけどなんかボス戦以外で使うのはもったいない気がしてな。わからないでもないけどやられたら元も子もないから、使いどころは考えなさいよ。ああ、了解だぜ。それにしてもかなり危ない状況ね。さっきのやつで苦戦してしまったからな。お、そろそろ着くんじゃないか？結構進んでるしそろそろかもね。それにしてもこの3連ショットは便利だな。この機能があるだけでかなりやりやすいわよね。かなり火力があって難易度が優しくなるぜ。着いたわね。ああ、なんとかたどり着いたぜ。このまま倒してやると言いたいが、こいつ苦手なんだよな。弱点武器を使う使わないで難易度変わるわよね。シャキーン。卵みたいなものを落としてくるやつ苦手なんだよな。あれ避けるの難しいわよね。しかも当たったら動きを。うわぁ。よしこいつで行くぞ。スーパーロックマン。よし、火力で押してやるぜ。全く当たっていないけど、そう使いこなせないぜ。まずい、あの攻撃だ。頑張って。うわぁ、前が見えない。マリサ落ち着いて。ああ、踏んじまったー。行って。こうなったらフリーズクラッカーで逆転を狙うしか。わぁ、難しいわね。今のところいい感じね。私にかかればこんなもんだぜ。あれからだいぶ時間が経っておりますです。はい。よ、よし、フリーズクラッカーで決めに行くぜ。よし、一計。多分2回分くらいの体力あるからコールのを見せられるはず。あ。まっまあ終盤でもう一回戦えるしその時でいいじゃない。そ、そうだな。平和だな。平和ねー。
スラッシュクロー、ゲットだぜ。よし、スラッシュマンを倒したから次はスプリングマンだ。スプリングマンのステージはなんか夢があっていいわよね。確かに遊園地っぽいよな。スプリングマンのステージはバネがあってうまく使わないと先に進めないぜ。ステージ名の通りボヨヨンパラダイスよね。お、敵キャラもバネなんだな。跳ね回るから当てにくいわね。おっと危ね。うっかり落ちないようにね。任せとけ。今危なかったわよね。距離を測っただけさ。こういうバネとかって楽しいけど難しいわよね。そうだな、後でもっと難しいのがあったはずだぜ。よっしゃー、届かなかったわね。まあほぼ全開だしいいさ。いて、いて、ワンナップがあるぞー。こういう配置は嬉しいわね。あうお、避けようとしたら跳ね回ったのね。びっくりしたぜ。スリンキーみたいな敵がいるわね。スリンキーってあのバネみたいなおもちゃか？そうそう、レインボースプリングとも言うみたいよ。あれそんな名前だったのか。結構面白いよな。うん、それでね、扱いが上手な人が使うとすごいことになるわよ。そうなのか、そういえばルービックキューブとかも早い人がやるとすごいことになるもんな。尊敬するわよね。だな。おっと、下が針じゃなくてよかったわね。本当にな。お、そろそろ中間地点かな。結構進んだわよね。何かありそうね。そうだな、ラッシュにお願いしよう。あ、反応したわね。やったぜ。何が出るかな？何が出るかな？てぃってれれー。でっかいネジだ。でっかいネジね。これはライトットの頭のネジか？これは多分ネジが多めに手に入るものだと思うよ。そっか、でも確かスプリングマンのステージにあった気がするんだよな。隠し部屋か何かがあったんじゃなかったっけ？あ、ラッシュ、いけね、帰るの忘れてたぜ。何遊んでるの？いやー楽しいなって思ってな。はは。やっぱりスーパーロックマンは便利ね。だな。お、ワンナップ。助かるわね。やったぜ。いい感だー。やったー。よし、この調子でどんどん行くぞー。いえいえ、食らいまくってるけど。はは、やられなきゃ大丈夫だぜ。あんたこの敵苦手なのね。スーパーロックマンをうまく使えなくてな。は、なんてこったー。踏んだり蹴ったりね。これはまずい。よし、冷静になるんだ。落ち着いてやれば余裕で突破できるはず。焦っているわね。あ、うわぁ。ふ、やるじゃないか、ボヨヨンパラダイス。そうだね、ボヨヨンパラダイス。そろそろ効く頃じゃない？そうであってほしいぜ。ジャンプ下手ね、うるせぇ。よっしゃー、着いたぞー。苦戦まではいかなかったけど大変だったね。本番はこれからだけどな。でもスプリングマンはジャンプとパンチが主だから戦いやすい方じゃない？確かにな。かわいい。よーし、軽く倒してやるぜ。相手？マリサ、スライディングで避ける方が楽そうだよ。おうよ、任せておけ。追い詰められたらまずいわよ。うわぁ、ごっつんこ、痛いなんてもんじゃないわよ。大丈夫だ、高性能なヘルメットをかぶっているからな。何があっても戦いが終わるまでは絶対に脱げないぜ。それ呪いのアイテムじゃない？動きがわかりやすいからやっぱり楽な方だな。そうだけど結構危なくない？やべ。うわぁ。よし、スラッシュクローで決めてやるぜ。やっぱり弱点武器だと楽よね。やべ。慎重にね、了解だ。えい。まあまあスムーズにいったわね。ああ、スラッシュマンに比べたらかなり楽だったぜ。
ワイルドコイル、ゲットだぜ。よし、今回はここまでだぜ。最後まで見てくれてありがとね。次回も見てくれると嬉しいぜ。ご視聴、ありがとうございました。